長谷川し子は日本の女優、タレント、プロレスラー。埼玉県出身。TV、CM、バラエティなどの経験を踏み、現在はヤッピープロジェクトを立ち上げ主催舞台を行っている。愛称はヨピ、ヨッピー。プロレスラーとしてはアクトレスガールズ所属。2019年11月6日後楽園ホールにてプロレスデビュー。 2019年12月1日富士テレビザノンフィクション女32歳今日からプロレスラー父への告白にて密着放送舞台映画 MC グラビアなど各分野で活躍するマルチタレント明るく活発で喋るのが好き2010年には映画秋張り音陰で初の主演を務めた現在はアクション殺人に力を入れ アクション女優として活動を始める。2015年8月9日の自身のブログで同年8月15日のヤツルギ賞をもって芸能活動を無期限休止することを報告した。2016年8月30日の自身のブログで同年9月より芸能活動を再開することを報告した。2019年11月6日、アクターズガール Z 公楽園。 ホール大会にてプロレスデビュー。舞台で共演経験があり、女優としては後輩となる藤本司がデビュー戦の相手となった。2021年1月2日、軽ついつい看板、ヘルニア、首の圧迫骨折により、アクターズガール Z の欠場を報告。ありがとうございます。